それでは行きましょう。ビーブラシムキックオフよろしくお願いします。さあ、あっという間に残り1時間。まずはガチの1戦目、赤チーム対ビーブラシチーム。縦に左サイドが中央。さあ行きましょう。右サイドオープンスペース、縦にはつながらない赤ボール。さあまずは立ち上がりプレッシャー、ビーフラッシュ前から来るナイスバイ、そのまま中央左サイド速い上がり。さあここは近くに預けてダイレクト、中央は通らないかもしれない。さあ今度はビーフラッシュの攻撃、中央から右サイドに展開。さあここはプレッシャー、赤チームナイスイン。さあ今度は左サイド中央に1枚、ここは右サイド、さあしっかりと3枚枚数は足りてる、赤チームナイスイン。さあ一旦後ろに戻って組み立て直し、ビーフラッシュ速いボール左サイド、そのままドリブルシュート、いやサイドネット、まずはぶち込んで1対0、立ち上がり50秒ナイス。さあ取り返していきましょう、赤チーム。さあゆっくりと左サイド、赤チーム1人は靴ひも、さあつないでおきましょうか、右サイド。さあ立ち上がり1分、決めてきたのはビブナッシュチーム、左サイド中央ナイスイン、ここもビブナッシュチーム前からプレッシャー。さあキーパーから右サイドプレスにかかる、ビブナッシュチーム逆サイドに展開、そのまま縦にはいけないナイスイン、ここもビブナッシュチーム早い寄せナイス。さあキーパーから今度は右サイドオーバーラップ、そのまま中央ドリブル切り返して 左サイドフリー。さあ寄せていきたい赤チーム、味方同士危ない危ない、ここは狭いところつないで左サイド、トラップ合わないビブナッシュボール。さあ立ち上がり1分30秒、1対0のままビブラシチーム1点リード、右サイドから中央ダイレクトナイス、つないでくるダイレクトパス、右サイドここでカットは赤チーム。さあ縦につないでゆっくりと中央左サイド押し上げてくる、さあそのままターンして逆サイドダイレクト、いやミスキック、バーの上追いつけずビブラシボール。ごめんなさい、先に両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。あの、さあビーブラッシュボールから再開、立ち上がり終わって1対0のままビーブラッシュチーム1点リード。さあ右サイド中央に1枚、縦に流れてくるポストプレーからダイレクト右サイド、さあ赤チームここはしっかりと寄せてくる、一旦キーパー、さあ押し戻されて長いボールはそのままサイドライン赤ボール。さあ赤チームそろそろ追いつきたい時間帯、ダイレクト落としたボールは敵、そのままゴール前危ない、さあこぼれたまままたビーブラッシュチームナイスキーパー危ない、出てないか、これでサイドラインビーブラシボール。さあビーブラシチームが追加点狙いにかかる右サイド、さあ赤チーム寄せていきたい、ここもシュートはいやナイスキー、危ない危ないナイスキー、弾き出してビーブラシボールが続く。さあ赤チームここは集中したい、中央はいや惜しい、サイドライン赤ボール。さあ赤チームどんどん攻めていきましょう、残り時間半分、長いボールは誰もいないゴールライン、ビーブラシボール。さあキーパーから行きましょう、ビブナッシュチーム1点リードのまま残り時間半分、右サイドから縦に預けたボールダイレクト落として、さあそのまま縦からファーサイドフリーで1枚、そのまま押し上げてくる中央長いボール、ここはキーパーがっちりキャッチ赤チーム。さあ今度は左サイドの赤チーム、縦に預けたボール合わないサイドライン、ビブナッシュボール。さあ右サイドからビーブラッシュチームキーパーに預けて1点差守りきりに来るのか、中央ポストプレー流したボール読まれてる、そのままカット、ここは角度がない、シュートコースもない、一旦左サイド、さあここは右サイドからここも寄せてくるビーブラッシュチーム、かわしにかかる、いやーナイスイン、ここもしっかりと対応、コーナーキック。さあ赤チームチャンスになるか、中央速いボールカットはビーブラッシュチーム、そのままカウンター左サイドから右サイド欲しい、ね、両チームキーパー交代です、両チーム先にキーパー交代お願いします。ありがとうございます。さあ行きましょう、残り時間あと2分、1点差、右サイドビブラッシュチームが前から奪いにかかるかナイス、さあ赤の出るか、いやレギュラー残して、これは中央一旦戻して組み立て直し、さあ赤チーム前から奪い取りに行きたい、1点差、中央ドリブルそのまま仕掛けてくる左サイドに展開、さあ赤チームここは寄せておきたいところ、もう一度中央左サイド流れてくる、そのまま中央ドリブルポストプレーから中央突破できず、赤チームしっかりサイドラインビブラシボール、さあ速いリスタート、ダイレクト落としたボール、ここもかわせない、前からカットはビブラシチーム、ここで追加点は危ない赤チーム、ゴール前寄せていきたい、ナイスでナイスでいい、さあ残り時間があと1分ちょっと、そのまま長いボールがつながる、危ない、いや
ここで同点赤チーム、ナイスゴール、ギリギリつないで1対1。さあ行きましょう。追いつかれてビブラッシュチーム、残り時間あと1分。左サイド、さあ1点勝負か。残り1分、右サイド赤チームがプレッシャー。さあここはスペース埋めてくるのは赤チーム中央、ここも右サイドプレッシャー、ナイスです。縦には生かしてくれない、体寄せ、そのまま中央ドリブルで持って上がって、もう一度最終ラインから長いボールはサイドライン、赤ボール。さあ残り30、1対1の同点勝ちの1戦目、右サイドの中央、さあ前からプレッシャー、ビブラシム縦にはつながらない、焦りすぎたか、ゴールライン、ビブラシボール、さあキーパーから右サイド、ビブラシム逆転ゴール狙ってくるか、縦はかわせない、赤ボール。さあ左サイド赤チーム、中央ポストプレー、そのままターンして、さあ前には1枚待ってる、ゴール前シュートまでいけない、ここはしっかりとディフェンス、ビブラシームが硬い、うまい、体入れから右サイドフリー、そのままシュートまで、いやー惜しい、これは力みすぎたか、ゴールライン。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、1対1の同点、さあ1点勝負、ラストワンプレー、ゴールで追われるか両チーム、左サイドから右サイドカット、危ない、危ない危ない、さあそのまま縦に預けてトラップ、ターンして切り返し、右サイドフリー、ドフリーでゴール前、いやーナイス、赤チーム逆転勝利、2対1、あざます、よろしくお願いします。さあ先ほどは逆転ゴールで赤チーム勝利、2対1、いきましょう2戦目、ビブナッシュチームゆっくりと前から仕掛けていきたいところ、2戦目右サイド、さあここは中央に預けてスペースがある、そのままドリブル持って上がって浮かせたボール、右サイド胸トラップから中央浮かせたボール、カットはビブナッシュチーム、ここは切り替えが早い、ここは赤チームの切り替えが早い、ナイスティー、サイドラインビブナッシュボール、さあ右サイドからダイレクト中央、左サイドに展開、さあここも中央フォローに入ってくる、さあポストプレーからダイレクト戻したボール、ビブナシチーム、さあ2戦目も先制点欲しいところ、ポストプレーターンしてドリブル仕掛けてくる、さあここは左サイドに展開、ここはフォローが欲しいところ、赤チームしっかりと固い守り、ナイスディ、さあ切り替えたい、ここは切り替えたい、ビブナシチーム、さあ逆サイド、ここでボールが離れて左サイドフリー、そのままターンしてシュート、いやー惜しい、ナイスキーパー、ポスト直撃、さあ今度は赤チーム逆サイド、右サイドから中央に1枚、長いボールは誰もいない、そのままゴールライン、ビブラシボール。さあまずは立ち上がり1分、0対0、右サイドから中央速いボール、左サイドオーバーラップ、浮かせたボールは届くか、惜しい、ナイスラン、そのままゴールライン、赤ボール。さあ行きましょう、赤チーム右サイド、もう一度中央に預けて左サイド、さあビブラシム前から1枚プレッシャー、うまい、1人かわして中央、そのままドリブル、ヒールで流して、もう一度長いボール、息が合わないサイドライン、ビブラシボール。さあ右サイド、ビブラシチーム行きましょうか、左サイド展開、さあ前にはスペース、さあ今度は中央に預けてゴール前に1枚、ここは中央突破行かせてくれない、赤チームカット、うまい、右サイドから切り返してゴール前、ここは打てないか、ここはシュートコースがない、さあ今度はビブラシチーム中央奪い返す、ナイス、さあここは5戦、そのまま左まで流れて2対1、縦に預けたボール、ゴール前には誰もない、ここは角度がないか、シュートはポストの横、大丈夫ですか。さあ行きましょう、赤ボール、ごめんなさい、先にキーパー交代です、両チーム先にキーパー交代お願いします、ありがとうございます。さあ行きましょう、赤ボールから再開、立ち上がり終わって0対0、まずは様子見、両チーム、さあミサイルが縦に流れてくる、そのまま中央は息が合わない、カット、さあダイレクト右に預けて、ここは焦らずキーパー中央、さあゴール前には1枚、さあ右サイドから攻め込んでくるビブラシチーム、ポストプレー、カットは赤チーム、こぼれ球はビブラシチーム、さあもう一度組み立て直し、中央最終ラインから右サイドポストに入ってくる、さあ左サイドフリーで1枚、ここでカットは赤チーム、さあ赤チーム1人は靴紐、サイドライン、赤ボール。さあ両チームとも中盤戦いきましょう、さあ右サイド早上がり、ゆっくりと、ここは中央、なかなかゴール前までは進ませてくれないビブラッシュチーム、右サイド速いボール、味方に当たってビブラッシュボール。
さあ残り半分、残り時間半分いきましょう。0対0のまま右サイド、さあ縦に預けたボール、さあそろそろ1点くるか。両チーム中央、さあ両チームとも中盤が固い。ドリブル一人で崩しにかかる、そのまま中央切り返して、ここも固い、ついてくる赤チーム、ナイス、うまい、かわして左サイド切り返して中央に、いやー惜しい、ナイスディフェンス、ここも固い守り赤チーム、これは危ない、これは危ない、ゴール前、中央フリー、ナイスキー、ナイスキーパー。さあ赤チーム集中していきたいところ、右サイドからヒールは、これは力がない。さあ今度は赤チームゴール前、また奪われると危ない、スルーパス、あとは決めるだけ、いやここで先制、赤チームナイスゴール。で両チーム先にキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、ありがとうございます。さあ行きましょう、赤チーム1点先制。さあ今度はビブナシチームすぐに、いやー惜しい、速いボールは反応しきれず赤ボール。さあミサド、赤チーム中央フォローに入ってくる。さあここはプレッシャー、ビブナシチームは前から奪いかかる、パスコースがない、ナイスディ、前からカット、シュートは、いやービブなしチームのプレッシャー勝ち、あっという間1対1同点。さあ行きましょう、残り時間あと1分とちょっと、ナイス、危ない、うまい、いやあっという間ビブなしチームのプレッシャー、さあ逆転、逆転ゴール2対1。さあ赤チーム集中していきたい、中央プレッシャー、ここもプレスがかかる。さあ中央キープ、ターンして右サイドに展開。さあここは左サイド、さあ揺さぶってくるのは赤チーム、最終ラインプレッシャー、ビブナッシュのプレス、中央ポストプレー、ヒールで流して左サイド、さあフォローが欲しい、逆サイドフリーで1枚、ゴール前ギリギリ、いやーここでキーパーがっちりキャッチ、胸トラップから落としたボール、左サイドドリブル仕掛けれる、そのままシュート、いやー逆サイドが欲しい、このクロスは合わせきれず。さあ残り30、赤チーム行きましょう、1点ビハインド、フリーでこれは決めるでしょう、ゴール前慎重に押し込んで2対2同点です。さあ行きましょう、追いついてきたのは赤チーム、残り時間はどうですか、2対2。さあ中央ポストプレーから、さあ縦に流れてくる、そのまま強引に行けるか、まだキープ、カットは赤チーム、さあ左サイド寄せが速い、ここもビブナッシュの寄せが速い。さあキーパーから中央左サイドに展開、さあここは焦らず長いボール、ヘディング中央カット、さあチャンスは赤チーム、前に3枚残して右サイド通るか、惜しい、ナイスカット。さあラスト、ラストワンプレー行きましょう、ビブナッシュボール。さあ2戦目は2対2同点、ラストワンプレー、ビブナシチームタイまで追いつけるか、中央から、さあプレッシャー、赤チームのプレス、つないでいきたい、プレッシャー、危ない、ここは中央ギリギリ、危ない、前からカット、ラストワンプレー、いやー危ない、2戦目引き分け、2対2、ありがとうございます。ビブナシチームキックオフよろしくお願いします。さあ1勝1分け、まずはビブラシチーム右サイド、そのままシュート、危ない、いや危ない、危ない、油断できないミドルシュートはキーパー弾き出して、コーナーキック、ビブラシボール右サイド、さあニアサイドショートコーナー寄ってくる、さあここはニアサイド走り込んでくる、もう一旦後ろ、そのままダイレクト、うまい、いや惜しい、これは合わせきれず。さあキーパーから今度は赤チームの攻撃ボール足元合わず、そのまま中央に預けてスペースがある、さあ寄せていきたい、惜しい、これは狙いすぎたがポストの横。さあ今度は左サイドから赤チームの攻撃、中央縦に速い上がり、これがつながればチャンス、ナイス、さあキープして、これは敵か、中央からカウンターチャンス、右サイド、さあ赤チームも3枚しっかりと戻ってディフェンス、縦に勝負に来る、いやこれはラッキー、まずはビブナシチーム先制1対0。さあ行きましょう、赤チーム切り替えていきましょうか、立ち上がり1分30秒決めてきたのはビブナシチーム、左サイド走らせるも届かず、さあビブナシボール右サイド中央、
さあ繋いでくるのはビブナッシウム1点リード、赤チーム前から奪いたい、左サイドに展開、さあそのまま中央ドリブル、ポストプレーダイレクト、これが繋がらないかないで、ナイスです、ここは赤チームも生かせない、さあそのままミサ狙ってくるないで、ビブナッシボール、さあ左サイドがビブナッシボールいった、中央さあゴール前に1枚高さを生かしてくるか、左サイドを縦にフォローに入ってくる、さあ赤チームもここは中央固めてディフェンス一旦キープアップ、さあ押し上げていきたい赤チーム、右サイド1点リードはビブナッシウム、そのまま中央ドリブル、さあ切り返してここもしっかりとプレッシャー、そのままダイレクト中央行かせない、さあ強引にかわして長いドリブル、サイドライン押し、でキーパー交代です、先に両チームキーパー交代お願いします、ありがとうございます、さあ行きましょう、ビブナッシボールから酒井、1点リードはビブナッシチーム、赤チーム取り返していきたいところ、中央ポストプレー、そのまま右まで流れてここはフォロー返し、中央いや惜しい、ここは誰もおらず赤ボール、さあ見せろ赤ボール、中央ポストプレーから、ここは前を向かせてくれない、前からプレッシャー、ビブラッシュもナイスで長いボール中央でカット、さあそのまま縦には2枚、3対2中央1人かわして3対1がゴール前、ここでカットは赤チームカウンター、ナイス、さあチャンス、ここは速い、いや戻りが速いビブラッシュ、そのまま左サイドから右サイド赤チームつないでくる、縦に預けたボール中央はいけない、惜しいコーナーキック、さあ赤ボールコーナー右サイド、さあ中央走り込んでくる1枚、ここは早ボール、いや危ないドフリー、これは合わせきれず惜しい、ビブナッシボール、さあ残り時間半分、中央から右サイドビブナッシチーム1点リード、さあ赤チームそろそろ追いついておかないと、右サイド、さあここは焦らず一旦後ろ、もう一度組み立て直し中央、さあゆっくりと周りを見て、今度は右サイド、うまい、また中央欲しい、さあここでカット赤チーム、そのままターンして一人で来るか、押し上げが欲しいところ、中央突破はできない、ナイスティ、さあビブラシボール中央から、そのまま3対2スルーパス通らない、さあカウンターチャンス赤チーム、そのまま中央ドリブル、ここはシュートはキーパー右足止めてくる、ナイスキーパー、さあ左サイド、ここで赤ボール、さあ赤チームチャンスを作れるか、中央1対0ビブナッシチームリードのまま、まもなく終盤戦、ワンツー抜け出すキーパー、いやーキーパー詰め切れず、ここで同点1対1で、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、さあ行きましょう、1対1の同点、いい時間で追いついてきたのは赤チーム、さあポストプレーからターンして、さあここは行ってほしろダイレクト左サイド速いボール、いやー強烈左足、ナイスゴール、あっという間突き放して2対1、さあ赤チーム、ここはすぐに取り返していかないと追いつけなくなるか、残り時間1分とちょっと、さあ右サイドプレッシャービブナッシチーム、また前からカット、ビブナッシチーム、さあプレッシャー赤チーム前から奪いたい、さあ今度は右サイドポストプレーダイレクト、さあリードのビブナッシチーム落ち着いてつないでくる、さあここも中央キープはビブナッシチーム、ナイスうまい、そのままかわして左まで流れてきたところ赤チーム、さあここもついていきたい右サイド、さあここ一旦後ろつないでくるビブラッシムの一発枠、ナイスシュート、いやー危ない危ない、隙を見せたら打ってくるズドン、欲しい、さあ赤ボール残り時間1分、ここもビブラッシムが行かせない、ナイス、さあもう一度中央から、さあここは2対1、1点差、赤チーム前から奪いたい左サイドの速いボール、そのまま中央に預けて右サイドオーバーラップ、そのまま中央、さあかわしていけるか、左サイドゴール前、いやーニアサイドトーキック、ナイス、これで3対1、さあ時間がない赤チーム、いきましょう、さあビブラシウムの追加点で3対1、右サイドで展開、さあ縦に流れてくる、そのままプレッシャービブラシウム、さあ左サイドここでカット欲しい、赤ボール、さあラストワンプレー行きましょう、3対1、1点返して次につなげたい赤チーム、縦に預けたボール攻めきれるか、ラストワンプレー、さあこぼれ球はビブナッシチームカット、そのままラストカウンター、さあ右サイドフリーで1枚、そのまま左サイドオーバーラップ、狭いところ、いやー惜しい、
3戦目ビブナッシュチーム3対1勝利、ありがとうございます。さあ、あっという間、3時間目の最後の最後、ガチのラストマッチ、ラストは勝って帰りましょう。さあ、中央から右サイド、速いボール、そのまま1対1、いきなり来るか、中央だかと、ないでいたいですか、足元気をつけていきましょう。さあ、中央から、まずは立ち上がり、左サイドの展開、さあ、ここはしっかりと縦は切ってくるか、ついてくる、ないでいい、ナイスです、ないでいい、コーナーキック。さあ、ビブナシボール、コーナー、左サイドから中央、ニアサイド、走り込んでくる、パスコースがない。さあ、動いていきたい、速いボール、中央。さあ、ここは赤チームもしっかりと寄せてくる。さあ、こうスペースがないか、速いボール、うまい、いいや、ナイスキー、ナイスキーパー。弾いてビブナシボール、さあ、中央、つながるか、こぼれ球、ここは、そのまま体入れ、ビブナシボール。さあ、左サイドから速いボール、ダイルト、いい、危ない、ポスト直撃。さあ、カウンターチャンス、赤チーム、ここは、切り替えない、ここも戻りが早いビブナシーム、そのまま流れてビブナシーボール。さあ、立ち上がり1分、まずはビブナシチームペース、中央ポストに入ってくる1枚、さあここは近くに預ける左サイド、さあ赤チームもしっかりと寄せてくる、前からプレッシャー、そのまま中央預けて、ここも前は向けない、さあそのままターンして1人で、ここはフォロー越し、一旦後ろ、さあもう一度縦から中央繋いでくるビブナシチーム、さあ赤チームついていけるか、ビブナシチームのパス回し、右サイドから一旦後ろ、さあゴール前流れ込んでくる1枚、ここも中央から左サイド揺さぶってくる、縦にいいボール、さあここはいけないか、中央カットカウンター、危ない、さあ左サイドドフリーで逆サイド、いやー惜しい、ここは一人で守りきる、ナイスイ。さあ赤ボールコーナー、早いリスタート、後ろに預けて左サイド、縦に預けたボール逆サイドフリーで1枚、さあ繋いでいきたい赤チーム、ないでいい、ここも固い守りビブナシチーム、さあ長いボールカウンターに対中、左サイドから右サイドフリーで1枚、ここは早い戻り、そのままシュート、いやー左足サイドネットぶち込んで、まずは先制で、両チームキーパー交代です、両チーム先にキーパー交代お願いします。あざっ、さあ行きましょう、立ち上がり終了間際、決めてきたのはビブナシチーム1対0、さあ赤チーム高プレッシャー、プレスがかかる、さあビブナシチームのプレスがかかる、こぼれ球は赤チーム、左サイド繋いでいけない、ビブナシチームラストマッチ動きがいい、そのまま中央囲むも、こぼれ球シュート、いや力強い、惜しい、ここはキーパー正面、さあ赤チーム落ち着いて繋いでいきたい、中央そのままうまい、かわして右サイド流れ込んでくる、一人でドリブル中央、そのまま突破シュート、いやそのままシュートまでキーパー正面、さあ赤ボール左サイド、これは読まれてる、そのままカット、右サイド速い、シュートは切り返してゴール前、いやーナイスです、危ない危ない、ここでキーパーガッチリガッチ、さあここは惜しい、サイドライン赤ボール、さあ左サイドから赤チーム行きましょう、中央これも狙ってくるのはビブナシチーム、早い出だし、さあ左サイド繋いでいきたい赤チーム、一旦後ろ、そのまま中央、さあドリブル中央うまい、一人かわして左サイドフリー、ゴール前シュート、いやー狙いすぎたか、ポスト直撃、同点ならず、さあ今度は中央からビブナシチーム、右サイド長いボール1対1、行かせない、ここは行かせない、赤チームナイスイ、ナイスです、さあ見せろ、中央には誰もいない、さあクリアボールは赤チームはキープ、そのまま縦に這い上がり、スルーパスゴール前、キーパー左手一本ナイスキー、さあこぼれ球また拾ったのは赤チーム、囲まれる右サイド、欲しいサイドライン赤ボール、さあ右サイドから間もなく半分経過、ファーサイドヘリグ、いや戻った戻った戻った、つながる、さあ右サイド赤チームはキープ、囲まれてカットはビブナシチーム、中央2対2、右サイド早上がり、スルーパス前からカットは赤チーム、中央シュート、いやポスト直撃、惜しいで両チームキーパー交代です、ごめんなさい、先に両チームキーパー交代お願いします。さあ行きましょう、ビブラシチーム1点リードのまま残り時間半分、ラストマッチは8分間、中央からポストプレー、さあここも赤チームの速い寄せ、さあここはサイドライン押し、さあ行きましょう、赤ボール右サイドから中央、そのまま戻して中央ドリブル、左足、いやそのまま振り抜いて、さあ赤チームが追いついてきたか、1対1の同点、いきましょう、さあ中央ビブナシチームの攻撃、後ろから、さあラストマッチ両チーム負けられない、
ここでカットは赤チーム、左サイド縦に預けてここはナイスディ、サイドライン赤ボールさあ赤チーム右サイド預けたボール中央、さあ今度は左サイド戻して中央ドリブル、ナイスボール、その左、いやーこれは力がない、さあキーパーから速いリスタート、ダイレクト中央でカット、赤チームかわしていけない、カウンター2対1シュート、いやまたしてもビブナッシュチームが突き放す2対1、ビブナッシュチームのストライカー、さあ行きましょう、赤チームまた追いついていきましょうか、まだ時間はある、さあ中央からゆっくりと周りを見て右サイド、さあ中央のやつでダイレクトポストプレー、ここはキープしていきたい右サイド、さあここはライン際うまい、また抜き立てからシュート、いやー惜しい、ポスト直撃同点ならず、さあビブラシボール、さあ中央から左サイドビブナシチーム縦に預けて前には1枚、右サイドゆっくりと上がってくる、さあそのままオーバーラップ、ヒールで流したボール、オレン赤チームが囲ってチャンス2対1、右サイド逆サイドは取らない、ここはキーパー落ち着いてキャッチ、そのまま縦に預けて中央フリー、さあここはかわせず中央を奪い返して3対2カウンター、そのまま逆サイドドフリーゴール前、いやー決めきれず、さあ行きましょうビブナシボール、さあ中央から左サイドビブナシチーム追いつきたいところ、中央フリー、さあチャンス、そのままシュート、キーパー正面、さあ今度赤チーム左サイドダイレクト落として右サイド早上がり、ナイスボール、ダイレクト中央でカット、さあカウンターチャンスはビブナシチーム、切り替えたい赤チーム、さあ3時間目体力つかなかったか、いやー惜しい、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします、あの、さあ、行きましょう。さあ、残り時間あと2分、2対1。さあ、ビブナシチーム攻め込んでくる。ここでカット。キーパー高い位置。いやーループシュートは枠の外。ビブナシボール。さあ、1点リード。ビブナシチーム中央。そのままカット。さあ、赤チームキープしたいな、スキップ。そのまま中央。ここは4枚早い戻り。ビブナシチーム。そのままワンツー。いやーナイスワンツー、狭いところライン際2対2同点、ナイス、さあ残り時間あと1分いきましょう、2対2同点、さあ一定勝負になってきたラストマッチ中央、さあ左サイドフリー、マイナースペース縦に預けてゴール前走り込んでくる、さあチャンスか、ビルシュー逆サイド、さあここは打てない、ここは打てない、寄せてくる赤チームのプレス、さあ中央から左サイドオーバーラップ、ここもシュートは打てないか、寄せていきたい赤チーム、ゴール前狭いところ危ない、いやー取られたら取り返す、ナイス、さあ残り30秒、またしてもビブナシチーム1点リード、さあラストマッチ、赤チーム前から来る、さあ右サイド落ち着いて危ない、ビブナシチーム1点差守りきれず、さあ行きましょう、残り時間あとわずか、本日のラストマッチ、さあ行きましょう、勝負はつくのか、右サイド、さあゆっくりと中央プレッシャー、さあラスト、ラストワンプレー行きましょう、さあラストワンプレー、右サイドから中央通らない、さあ天井プレーオン、さあラストワンプレーキープはビブラシチーム、右サイドフリー、ラスト、いやー決められない、さあラスト残したボール、右サイドから逆サイドナイボーさあラスト、いやー疲れが出たか、ドリブル合わない、さあビブラシボール左サイドフリー、縦に預けてラスト、いやーナイスありがとうございます、お疲れ様。